皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁志です。いや、まあ、8月もですね、半分を過ぎて、順調にですね、勝ててるドンキホーテとしては、今ここからどう攻めるかというあれもあるんですが、実はすごくホールに行くたびに気になることがあるんですね。これもうイベントなんかはですね、公になることがなくなって、まあネットに詳しい若い人たちだけがですね、本当にツイッターに入ったりとか SNS を通してですね、まあホールのイベントを知るという、まあ新しい形の、イベント告知がもう実質上行われている現在、まあなんかこういう状態でこそこそやってるのはなんかすごくね、なんか嫌だなっていうのがあるんですよね。僕なんか特にネット関係弱いもんですから、そういうの全然チェックしないんで、それで勝ってる方たちは羨ましいなと思うし、まあ、ある日突然ね、こんなコーナーになんで人がみんな座ってるんだろうと思うような、やっぱそういう告知に沿って若い方たちはもう敏感にですね、リゼロやなんかを朝から打ってるんですね。あ、今日はリゼロ、今日は、ユニコーン、明日はエヴァなのかなんていうのをですね、ちゃんともうネットで知ってるんですよね。こういう状態の営業を知るとですね、いやもう万人に平等に教えてほしいですよ。僕たち、まあ、本当にネットに疎い世代に対してはね、まあ、ある意味もう差別されてる感じがしますよね。あ、そういう中ででも本当に万人が一番こうワクワクしてたっていうのが、十数年前までホールには実際にあったですね、出玉ランキングですね。出玉ランキングワクワクしましたよね。わ、昨日のトップ台10万発いったんだなんて、本当になんか10万発が見れる、その数字を見るだけでワクワクしたものを覚えています。こういう出玉ランキングって復活しないですかね。僕はもう本当にですね、そのホールがどのくらい出してるか、どれぐらいこう還元してるかっていうのを見るためにもですね、やっぱ多少ほら見栄で出玉を多く出したりする、いやそういうことがきっかけでやっぱりよく出る台にお客さんが座れるチャンスがあるわけですよね。でそういうのを考えると、いや出玉ランキング復活してほしいなっていうのを僕は切に願います。特にですね、まあ、10万発が当たり前になったとは言いながら、本当にパチンコは実際現時点で、いや別にもう本当に7万発8万発が普通にあるじゃないっていうノリになってきました。いやこれからの出玉性能なんかを見ていくとですね、全くこの辺の出玉ランキングがですねすごいものになるのはもう間違いないんですね。そうなってくるとホールさんもですね、やっぱり出したいなって気になるし、まあ、出して派手に見せたい、あ昨日台が10万発出たよなんて噂が広まるのがいいですよね。で、10万発まだ抜けないよとか言ったら、あ今日抜かれちゃったまた出たよっていう、これがいいんです。ランキングの変更ってなんでこんなにワクワクするんでしょう。いや僕なんかはですね、本当にランキングといえば映画興行収入のランキングをですね、日経の新聞でちょっとチェックするのが一番楽しみだったです。いやトップガン頑張ってるなとか、おーすごいぞトップガンみたいな感じが、ここのところあるんですけれど、実はですねこの出玉ランキング、パチランの方では、僕が目撃して、スマホで撮ったですね、僕の見てる範囲内での目撃例での、出玉、その日に出てた出玉を取っただけなんで、決してランキングになってるわけではないんですが、僕の方でここ数ヶ月で、ベスト10を作ってみました。いやーもうトップは8万発超えてますんでよ、ほとんどエヴァなんですよ。エヴァンゲリオンの15に出てるんだってことをですね、改めて皆さんに知ってほしいですね。だいたい一撃で1万5、6千発ぐらいがいいかなっていうか、よく出たなっていうノリなんですが、いかんせんそういうノリをですね何度も繰り返したり、実はたまに20連以上するエヴァもあるということをですね知ってもらいたい。そしてエヴァ自体がなぜこんなに半年以上人気があるのか、やっぱホールもですね、まあ、エヴァ若干赤字の日があってもいいやっていうノリで扱ってますんで、まんべんなくお客さんが座ってることの方を願ってますんで、要は客寄せパンダとしてのエヴァの、出玉性能みたいなものがですねこのランキングに出てると思います。今登録なさってスマホサイト谷村仁志パチンコランドの方のですね、パチショット、要は僕のパチショットではあるんですが、エヴァのコーナー、
エヴァのコーナーにですね、この出玉ランキングを公開してます。改めてですね、ぜひご覧になってください。今もうパチンコはこのレベルまで行っちゃってるんだぞっていうのをですね、ドン・キホーテがまざまざとお見せするコーナーになっています。ぜひ、谷村仁志パチンコランドに登録なさってご覧になってください。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは、概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。